ルイエンダイクのローラ・シボレー・アンディ・グラナテッリのチームのマシンを狩るルイエンダイク、アリー・ルイエンダイク1953年9月21日隊はオランダ人のレーシングドライバー。特にアメリカで活躍しておりインディ500で2勝を挙げている。名字の英語発音はライエンダイクに近い。通称フライング・ダッチマン。ソメルスダイクに生まれたルイエンダイクは1970年代。 前半にレース活動を開始し、オランダ国内戦のタイトルをいくつも獲得した。1977年にはヨーロッパのジュニアフォーミューラの一つであるフォーミューラ B のタイトルを獲得し、F3 に転向した。ルイエンダイクは1984年にアメリカに渡るが、キャリアの成功は続き、すぐにスーパー B のタイトルを獲得した。 スポンサーであるプリバイミービールの支援を受けて、1985年に初めてカートへのフル参戦を果たしたルイエンダイクは、シーズンとインディ500の2つのルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。ルイエンダイクのカート初勝利は5年後の1990年に達成されたが、これはシリーズで最も重要なレース、インディ500で達成された。ダグシアソン・レーシングから出走したルイエンダイクは、 レースを2時間41分18秒404で完走し、レース平均速度185.981マイルの新記録を達成した。これは2013年にトニー・カナーンが187.433マイルパーアワーで優勝するまで23年間更新されなかった。ルイエンダイクはインディアナポリスでは高パフォーマンスを見せ続け、1993年、 1997年、1999年にポールポジションを獲得し、リタイアしたレースのうちの3レースではトップを走行していた。1996年には予選のラップレコードとなる平均時速237.498マイルを記録した。1997年のインディ500にはトレッドウェイレーシングより出走し、チームメイトのスコットグッドイヤーを下して、 ポールポジションから勝利した。ルイエンダイクは1992年、1993年、1998年のインターナショナルレースオブチャンピオンズにも選出された。ルイエンダイクは1999年シーズンをもって引退を表明したが、その後2001年と2002年のインディ500に出走した。ルイエンダイクは デート二24時間レースとセブリング12時間レースにも優勝経験がある。現役引退後はインディカーシリーズのスチュワードを務めるとともに2シーターカーの運転も行っている。2012年のインディ500にはアドバイザーとしてルーキーオリエンテーションに参加した。彼の息子、アリー・ルエンナイク・ジュニアもレーシングドライバーとなった。オランダのザントフォールト・サーキットは 最終コーナーにルイエン・ダイクの名前を付けたインディカーシリーズの決勝レース開始前のイベントで使われる二人乗りの特別使用者。後部座席には来賓が座る。All Results of a、d I K、r a、c I n G S P o、r i a r a o n d o i c RACINGSPOORTSCARS.com2018 年8月4日閲覧。ありがとうございます。